村住者9月5日から1997年7月12日は日本の実業家、東京都出身。株式会社、津村順天堂の2代目社長、官方の復権に尽力した。陽名は元太郎。1874年発布の異性以後、日本の医療は西洋医学中心となり、官方医学。 東洋医学は凋落していたが、1957年10月、二代目従者は、自社ビルの一部を、官方診療所とし、大塚高渋氏を中心として、小出弥生、藤平県、伊藤住を、大見三郎を、山田公院、大塚夫浦著名な官報を迎え入れる。翌年その診療所は、医療法人としての認可を受け、二代目従者が理事長となるが、日本で、 漢方診療施設が法人認可されるのは初であった。さらに、学会事務所とするのに適切な場所がなかった日本東洋医学会に事務所を提供したり、漢方の復興と普及を図る目的とした、漢方ともの会を設立し月し、定期的な講演と期間し、活を発行するなど、財界側から漢方医や漢方医学会を支援した。その後、 漢方製剤を保険薬として申請するための活動を行うが、厚生省は科学的証明ができていない、成分がわからないなどの理由から直ちには許可しなかった。当時日本医師会長であった竹見太郎は漢方医ではないものの、明治政府が自国の伝統的医学を抑圧してきたことを好ましいこととは考えていなかったため、二代目従者らの申請に対し、 反対しないという態度をとった。厚生省も大塚隆渋氏を薬事審議会委員に移植するなどした結果、漢方製剤が薬価基準に収裁されるに、小太郎漢方製薬の4品目が薬価収裁され、1976年に津村順天堂の33処方をはじめ41処方54品目が追加収裁。妻の和子は、 八馬財閥の八馬久志蔵の娘で、日本女子大学家政科卒。長男の章は、津村三代目社長。同社四代目社長の風間初左衛門はおい。妹の夫に、政治学者の島田久義、実業家の沢山新吉らがいる。津村茂る社、漢方の花開く、古来の実績に、科学の光を1993年、全本社。 P79 ISBN 4-7939-03088山田公院、日本漢方の伝承と系譜、日本東洋医学雑誌1995年46巻4号 P515 津村茂社漢方の花開く古来の実績に科学の光を1993年全本社 P90-91 p153、ISBN4 から793903088。医療用漢方エキス製剤の薬価収サイト、品目数の推日本漢方省薬、製剤協会ウェブページ、歴史小太郎漢方製薬ウェブページ、菊谷豊彦氏インタビュー、漢方新聞1997年2月25日、4号、3面、ABCD 津村茂る社。 人事更新録、第14番下、一橋 MBA ケースブック、戦略転換編、沼上剛他、東洋経済新報社2018年6月1日、第2章、リポジショニングによる津村の復活、島田久吉島田久吉ことバンクありがとうございます。